16万人ですか、今治の、人口、はい、16万人で、その、ね、140億ですか、あのかかったお金を割ると、133億ですか、はい、すいません、割ると一人頭、あのもう小さな赤ちゃんからもう、ね、年配の方まで、昨日生まれた赤ちゃんも含めて、もう死ぬ直前の方も含めて、8万3000円検討ですね、一、ね、人当たり、ね、なんか3人家族だともう25万円ぐらいを、そうですね、あの負担する負担を強いられるというような話で、はい、まあ、そうやって考えると、まあ、私たち自分たちに置き換えて考えたら、この学校を建てることか、もっと、例えばよく言われているゴミ袋のを無料にするであるとか、もっと医療にを無料にするとか、そういうことに使ってもらった方が、あの本当にあの弱者の人が救済される、底上げこそがあの、市の、あの活性化な、町の活性化になるんじゃないかな、まあ、若者も含めて今治市が、はい、そのどういうんですか、希望が持てる、はい、そのこういうそのダーティーなことをやって、はい、の安倍と加計と、はい、官僚寺と、はい、そのグルになって、はい、そのいわゆる悪党一味ですよね、はい、このどこかにかかってですね、それを跳ねのけない、はい、そういう姿勢はですね、今後大きな世間からの信用を失って立ち往生するんじゃないでしょうか ね、 ね、僕はそっちの方が心配です。あれがあの話題の、もともとワインセラーがあると言われていた、そうですね、あれが学部棟ですね、はい、こちら学部棟で、こちらは実験棟とかなんですか、こちらですか、はい、こちら本部に当たるとですね、学部棟で、向こうが実験棟ですか、向こうが病院棟、病院棟、うん、そこで実験されるというところですか、いや、あるいは動物病院、動物病院、で、何棟、3棟ですか、いやいや、まだもっと中に、うん、こちらには体育館がありまして、クラブハウスがあったり、はい、あちらには本部があったり、はい、いろいろあります。今つながってますの。つながってます。大丈夫ですか？いや、あ、ダメなんですか？いやいや、いいです。だから正確にはちょっと今建物の名前をね、説明できないんで、はい、まあ、資料があるから持ってこようかなと思って。私も車の中に、家計に破壊された古墳はどのあたりなんですかっていう、あちらの病院ですね、病院の方ですね、病院の方ですか、はいはい、あの人に古墳群が4つぐらいありましたっけね、古墳群ですか、はい、それは正確に言うとどんな、何という古墳群とか、弥生時代の古墳だったと思います、はい、あ、ここに書いてあるから、はい、岡山理科大学加計幸太郎さんの名前、あ、幸太郎の名前が、名前がこの幸だというのが正しいとかいう話。